こんにちは。ライフナビゲーターの桑田和子です。今日も少しだけやっていきます。こちらの本ですね、リッスン、ケイト・マーフィーさんが書かれた知性豊かで想像力がある人になれるリッスンっていうこの本なんですけれども、こちらを一章ずつ読んで、少し感想をお話していこうと思います。前回、初めにイントロダクションのところをやりましたので、今日はチャプター1ですね、チャプター1、第1章です。第1章のテーマは、聞くことは忘れられている、まあ、テーマというか表題ですね、聞くことは忘れられているということで、最初のところでね、まあ、このケイト・マーフィーさん、すごいいろんな方にインタビューされてるんですけれども、有名な、作家であり、脳神経内科お医者さんであったオリバー・サックスさんへのインタビューをしたお話が書かれていて、それはまあとても印象的で、私このオリバー・サックスさんの本、まあ、何冊か読んだことがあって、もうかなり昔ですけど、で、妻を帽子と間違えた男とかね、なんかそういうお医者さんの立場から、まあ、いろんな症例というか、もちろんこう個人情報には注意しながらいろいろ書かれているんですけれども、すごく面白かったんですね。でそのオリバー・サックスさんへのインタビューをした時に、なんかね、心を、ま、心の状態を天気で表すっていうことがあって、まあ、私最近ね、人のお話を聞くお仕事を、まあ、聞くをテーマにしたセッションとかやってるんですけれども、その時に体の状態と心の状態を10点満点で言うと今何点でしょう。で例えば今体が6点で心は8点とかだったら、まあ、10点に1点近づけるには、まあ、どんなことをしたらいいか、あるいは何をやめたらいいかみたいなお話を伺うんですね。でここにあったのはね、すごく面白くて、心の状態を天気で表す。皆さん今の心の状態をね、お天気で表してみたらどんな風になるでしょう。もう本当ね、このオリバーさんが非常になんていうか詩的というかポエティックというか、まあ、この時にこのお二人は心の状態をね、天気でいろいろ言い表す表現をまあいろいろ出しちゃったそうなんですけれども、晴れやかな表情、霞がかったような理解、霞がかったような理解ってなんかちょっと想像がついて面白いですよね。雷に打たれたような衝撃で、日照りに恵みの雨のような喜び、もう本当に心が日照りでカラカラになっていたところに恵みの雨のような、そういった喜びが入ってくるみたいな、とても面白い表現だなと思ったんですね。でまあ、こういう話ができたのも、もちろんこのケイトさんがすごく人の話を聞くということを、まあ、本職でねやってらっしゃるっていうのもあるんだけれども、今日はこのテーマでインタビューをしようみたいに、あまりこうガチガチにしていないで、まずオリバーさんの話、今彼が興味を持っていることっていうのに耳を傾けようっていうことをやる、その今余裕というのか、そういう聞き方をしたことによって出てきたんじゃないかなと私は思うんですね。あと他にエピソードとしてすごく面白いなと思ったのが、まあ、アメリカなんですけれども、南部アメリカも北部南部ってありますけど、南部の方に、作家がたくさん生まれていたらしいんですね。私はあまり詳しくないんで分かんないんですけれど、でそのなんで南部にそんなたくさん作家が生まれたのかっていうことをある小説家の方に聞かれたところ、まあ、このケイトさんが聞いたんじゃないんですけれども、聞かれたところ、その方が言うには、もう私たちは昔することがなかったのよと、することがないから玄関先のポーチのところに座って、まあ、いろいろおしゃべりをしていたと。でおしゃべりを書き留めて、まあ、それが小説になったりとかしていったっていう話があって、確かにアメリカ映画って最近はちょっと分かんないんですけど、昔を舞台にした映画とかだと、玄関先にポーチがあって、そこになんかこう古いブランコ2人乗りとかね、横に乗って横に座れるブランコとかがあって、そこでなんか親子が話したりとか友達同士が話したりするシーンってすごいいっぱいあったなとかって思うんですよね。でまあ、日本で言ったら縁側ですかね縁側に座ってお茶を飲みながら喋るみたいな、そういうようなまあイメージ
だったのが、やっぱり今ってそういうこととても減っていて、なんでしょうね、お隣の人と話す機会とか、ご近所の人と話す機会も減っていたりとか、あるいはなんか、家族であっても、なんでしょうね、例えば昨日こういうことがあってとか、昨日こういう本を読んでこれがすごい面白くてねみたいな話を、昔だったら、スマホもないんで、それを説明するわけですよね。私が昨日見た映画ってこうこうこう、こんな話で、ここがすごく面白くて感動したんだよみたいなことを言葉で伝えていたのが、今はすごいこうスマホで検索して、あ、これこれって言って、私もよくやるんですけど、リンクを送るみたいなことで済ませられるわけじゃないですか。まあ、他には動画を送ったり、短いテキストメッセージを送ったりとか、それでこう今っていうのは、こう人の話に 耳を傾ける能力が、昔あった誰かの話に耳を傾ける能力っていうのが、だんだんとこの、ここに書いてあった言い方で言うと、人を締め出す能力、しかも自分と反対意見を言う人とか、要点を早く言ってくれない人とかを締め出す能力に変わっていったんじゃないかみたいな話が書いてありました。で、話を聞いてもらえないっていうことが、今現代人はとても多くなってるんですが、そうするとね、やっぱりこう人っていうのは孤独になるんですよね。で、この孤独っていうのは、ただ寂しいとかっていうことだけではなくて、やっぱり自殺につながったりとか、自殺ではないけれども、こう体の調子が悪くなるのに、つながっていっているっていうこと、調査もあるそうです。で、誰もいないから孤独なのかというと、そうでもなくて、人が周りにいても孤独を感じるっていうのは、ちゃんと向き合って自分のことを大切に思って聞いてくれているっていうのがない、心のつながり、自分自身も人の話を聞く機会がなかったり、聞いてもらう機会がないことによって、心のつながりを感じにくいっていう風になってるそうなんですね。これは本当に思いますよね。このコロナが始まっての2年間で、やっぱりリモートが増えたりとかして、リアルに話す機会がすごく減って、しかもこう無駄話をする時間っていうのがすごく減ったりとかして、要点のみでみたいなことになっていくことによって、非常に孤独を感じている人が増えているのではないかと思います。で、この最近2年間ぐらいの問題ではなくて、この本に書いてあったのでは、この45年間で世界で自殺率が 60% も上がっているっていうことなんですよね。だから、こうアメリカとかね、日本だけの問題ではなくて、もう世界的な問題としてそういうものがあるということなんですね。で、イギリスでは2018年に、孤独問題担当大臣っていうのができて、日本でも菅政権の時にですね、菅政権2021年の春に孤独独立対策担当大臣というのが任命されています。今も、いらっしゃいます。で、本当にこの誰かの話を本気で聞くっていうことがすごく減っていて、例えば政治家とかも議論をする、ツイッターでやり合ったりとか、クラブハウスとかスペースでやり合ったりとかしている、あれはなんか人の話を聞いているというよりも、それぞれがなんか自分の言いたいことをこう言いっぱなしというかね、言っているだけみたいになっていることがすごく多いなと私は感じてるんですね。で、他にもマスコミとかソーシャルメディアが意識調査をしたりとかして、内閣支持率はとかね、どこの政党を応援してますかみたいなことをやってますが、衆院選の時、去年の、衆院選でも結構外してましたよね。で、昔のような調査の仕方では多分みんな本当のことを言わなくなってるんじゃないかなというのがあったり、あるいは SNS ですごくこうわーって盛り上がってるから、そういう空気なのかなって思ったら、実は SNS で発信している人っていうのはすごくごくごく少ない人数が、インフルエンサーになっていたり、それをこうリツイートしていったりとかして、結局投稿したりコメントをする人っていうのはごくごくわずかな人の意見なんですよね。だからそれが、日本だったら日本みんなの声ではないし、アメリカだったらアメリカみんなの声ではないっていうことなんですね。ここは本当に私なんかもすごい SNS とかめちゃめちゃやる方なので、
気をつけないといけないなと思います、まあ、YouTube とかもそうですよね。 YouTube でバズっているからそれをみんな知ってると思ったら大間違いで、全然その YouTube とか見たことないですっていう人もいるし、え、Twitter なんですかそれ、あ、なんかあるのは知ってるけど Facebook、 いやなんか全然アカウントとか持ってないんで見たことないですっていう人もかなりたくさんいらっしゃるわけなんですよね。なので、自分が見ている世界がみんなもそうだっていうのはやっぱり思わないようにしないといけないなっていうふうに思っています。はい、で、まあ、この第1章のまとめというか最後の方に書いてあったのは、やっぱりこう聞いてもらったことがありますかっていろんな方に聞いても、いやなんか私なんかの話を聞いてもらうのはみたいな、こういやそんな大したこともないから別にわざわざ相手に負担をかけて聞いてもらうっていうのはちょっとみたいな感じがあったり、あるいはお金を払ってですね、カウンセラーとかセラピストとか、まあ、私のような相談業の人とか占い師とかそういう方々にお金を払って、聞いてもらうっていうのは、まあ、お金を払っているんでいいだろうみたいな感じなんですけど、そうじゃなくて聞いてもらうっていうふうになると、まあ、聞いてもらってるっていう人であってもやっぱり家族だったりパートナーだったりとか、まあ、すごく少ない人数だったりするっていうことなんですよね。で、反対に自分が聞く側になった時に、何でしょう、すごくまあ仲が良くて、まあ、話も面白いし気も合う人とかだったら話聞くの面白いなっていうふうになると思うんですけど、まあ、そう別にそうではない会社の人たちの話をまあいちいち丁寧に聞くってなったら面倒くさいなって正直思ったりとか、話を聞けば聞くほど嫌いになりそうっていうのが出てきたりとか、まあそれだったらもうテキストでね、メールでこうやり取りをしたりとかする方が効率的だし、嫌いにはならないけど話が長いなっていう人とかもいるじゃないですか。もう要点だけでいいのにみたいな感じで、そういう感情も湧いてくることを思うと、テキストだけでもいいよなみたいな感じになってしまうっていう、いやまあそりゃそうですよねっていうふうに思ったんですが、ただ聞くっていうのもやっぱり努力が必要で、ただ耳に入れるだけだったらできるんですけども、聞いてるふりというかね、耳に入れて、はあ、はいはいとか言ってうなずいたりとか、そういうテクニックでねやっていくことはできるんだけれども、本当に相手の話を聞くで、そこから聞くことによって自分が何かを感じたりとか新たな発見があったりとか、そういうふうにつながっていくには、やっぱり聞くっていうのは努力が必要で、聞くことをやっていないとその能力っていうのはどん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 落ちていくんですよっていうことなんですね。で、この2年間の世界の変化でやっぱり聞くことの能力が落ちている人かなりいるんじゃないかなっていうふうに私は思っています。なので皆さんも意識して聞くっていうことをやってみてください。よかったらこの本読んでください。ではまた。